はい、ということで、今夜の、オンライン出演インタビューのゲスト、もうビッグネームです。今週も、ボンズ市原 FC 監督の岡山和成さんでございますと、今視聴者の皆さんには、岡山監督の、1978年生まれというとこから、まず J リーグのクラブに入ってからこうずらずらずらっとね、なんとクラブワールドカップにも出場してるっていうねプロフィールから、その後にプロクラブを退団した後にいよいよ JFL の奈良クラブでというですね、もうこれつい最近ですよね、皆さんからすれば最近の。そして2017年に引退して、指導者、JFL の鈴鹿アンリミテッドのコーチ昨年やってました。中学イレブンもちょうど去年の9月に、ミラ監督と鈴鹿のミラ監督と、岡山コーチのインタビューをね番組でも放送しましたが、そして今シーズンから、2020年から関東サッカーリーグ昨年のリーグ王者ボンズ市原の監督に就任という詳細プロフィールで見ていただけますが、早速岡山さんに登場していただきます。岡山さん、お久しぶりです。お久しぶりです。ボンズ市原監督の岡山です。今日はご出演いただいてありがとうございます。いや、もうオファーいただいてありがとうございます。直接お会いしたのは去年の9月鈴鹿で練習場でお会いして、はい、あの時も、はい、あのもう A 級のライセンスを取ったばっかりだから、もう俺が今サッカーの指導者としてものすごい語りたいんだなってことは思い出深いです、あの時の話は。そうですよね、未来よりもちょっと喋りすぎたな。そうですね、監督よりも目立っちゃいました。やはりあのクラブが変われど常に岡山劇場は健在だなというのが僕の印象でしたが、いよいよ満を持して2020年初めてですね、このトップチームの監督をやるという。そうですよね、やっぱりあの去年のその、うん、まあ鈴鹿もあの契約があったり、すごくその鈴鹿に対してもあのやりがいを感じてた中で、はい、その中でオファーをいただいてボンズ市原から、うん、で一番はね、もう真っ先にやっぱり、ミラに相談したんですよね。あ、そうです。で鈴鹿の、アンリミテッドの、うん、関係者にも、うん、そしたらね、もう心よく送り出してくれたんですよね、気持ちよくね。それは、うん、はい、もういろんなのがあって、そう、その中でも僕がもうどうしてもその監督やりたいっていう思いが止められなかったんですよ、うんうん、だからもうそこの思いを言うと、まあ、例えば契約一つ取っても、うん、まあ、数年してそういう本来やったら縛りをこうね、薬品とかっていうところを免除してくれたんですよ、鈴鹿に。で、ね、そこはもう1年間やってくれた、やっぱでこれから先もずっといい付き合いをしたいっていう、ここはもう僕はどんなところでも行っていきたいと思ってるんですよ。岡山さんのこのね、指導者としてのキャリアのね、スタート門出をね、はい、むしろ祝う形で送り出していただいたという感じだったんですね。そうなんですよ、やっぱそこでもうダメって言われて自分もどうしようっていう思いはあったんですけど、うんうん、もうそこが成長するだろうっていう、うんうんうん、鈴鹿でヘッドコーチをやる成長以上に、うん、ボンズ市原で行った方がするだろうって僕も思ったし、うん、鈴鹿のみんな、うん、そういうふうに思ってくれたから、行ってらっしゃいっていう形で送り出してくれたんですね。もう冒頭から素晴らしいエピソード、はい、まあ、そういう経緯があって今年の2月1日からボンズ正式指導したと思うんですけど、まずね、はい、まあ、1月下旬から2月頭からね、で、はい、実は週明けレブン一度今年の2月にですね、天皇杯の社会人部門の、はい、代表決定戦、つまりボンズ市原対ボンズベルの試合の取材も実はさせていただいて、はい、それがあの番組でもすでにもう2月に放送したんですが、岡山監督のいわゆる公式戦としての初采配ゲームでしたね。で、今のところそれしかしてない。1試合しかも本当に、でもそのボンズ市原とは僕は奈良クラブの地決で対戦してるんですよ。そうでしたね、あの市原臨海、はい、いや市原臨海の前の 1次ラウンドで、はい、1次ラウンドで、そうです、その時から時がやっぱりお互い立ってるじゃないですか。そうですね、
で、その時のメンバーとかにの人たちが作ってくれたから今のボンズ市原がある中で、その作ってくれた人の中心がベルにいてる、ね、そうですよね。かつてトップチームで活躍した選手が今ね、はい、セカンドチームをそのベルの米崎監督にももうオファー出してて対外試合を今度こんだけやっぱりコロナの期間で長かったんで、はい、どこかに対外試合を設定するじゃないですか、はい、練習試合をね、はい、練習試合その一番手をベルとします。あ、なるほど、はい、あれから時間経ってもう1回90分でちょっと、まあ、でも正直、まあ、あのすごく中断してるから90分の形式じゃなくてちょっと時間もね30分1本でね、例えばとかいろいろな形するけど、ね、もう1回やっぱそのベルとなんかこういい戦いをしたいなと。まさにファミリーでね、こう切磋琢磨し合えるね、いい存在が両者ですね、はい、トップとセカンド、ね、そうですよね、はい、今回のはやっぱりあのベルの米崎監督、はい、米さんが、はい、その昔のベル、あ、ボンズから立ち上げの頃からずっとコーチでやられてる方で、そうですね、うん、もうボンズのいろんなところ、例えば、トップとベルだけじゃなくて育成があったりとか、はい、いろんなボンズの僕が知らないといけないことを全部知ってくれてるんで、教えていただいてる、はい、うん、だから今回の非常事態でいろんなことがあるときに、うん、相当こう集まって、うん、こう話し合いする中ですごくこう、うん、ね、こうした方がいいっていうアドバイスをもらってるんで、いいですね、そこは本当に、はい、そういう方が近くにいて本当に恵まれてましたね、それはね。そうですね、僕もやっぱりこういきなり1年目で正直来たばっかの土地で、来たばっかのクラブでね、はい、それでいて選手の雇用の仕組みとかいろんなところを、ね、やっぱりその米さん含めていろんな方にサポートを受けてるから、今のところはね、一応対外的には、うん、ボンズ市原トップの監督ってこう偉そうにはしてるんですけど、その事務所内ではみんなに教えてくださいよってちゃんと腰低くして、今年から来ました岡山ですみたいな、そのよそから来たんですけど市原の市民になるんです。腰が低くね。でもね、本当にそのあのファミリー感がこういうちょっとまあ危機をまあ、うんうん、きっかけにして、すごくそのいろんな団体の人らと近くなれたっていうのは大きいですよね。ね、昨年ね、2019年にね、はい、10月ちょうど前車の時に、はい、ものすごい台風があって。市原市がものすごい災害都市があって、その時にボンズのクラブの選手たち率先してその、はい、救援活動をされてるから、すごいやっぱ苦労して乗り越えてね、そして11月の地決に臨んでみたいなことがあってね、僕はそういうのも去年のシーズンのねボンズを見ててね、やっぱりそれを乗り越えて今年始まって、 このようなそのいわゆるコロナというまた 目に見えない敵との戦いですが、はい、あの岡山さんが来て、そういうトップセカンド垣根を越えてみんなで一つになっていろいろ乗り越えていこうっていうお話が聞けたのが、まずはいい。そうですね、だからやっぱり去年のその台風の時に選手が動いたっていう部分と、うん、今年コロナで選手はあえて動かなかったっていうのを分かりました。あ、なるほど。そう、そこら辺の話実は聞きたかったんですよ、はい、このそれが特に緊急事態宣言出た後に、はい、当然もうチーム練習というか一回ストップしなきゃいけないという時になった、はい、この4月5月ぐらいまでのチームの状況というか、岡山さんが、はい、岡山さんが直接こう関わったことでお話聞かせてほしいことあったんですけど、選手についてはどうですか。やっぱり選手、そのもうこの週明けイレブンを見てくれてる視聴者の方たちはもうみんなすんなり入ると思うんけど、はい、普通選手って言ったらサッカーをしてる人、はい、でもそのサッカーをしてる人であってプロではない人らはみんなこうプロ契約ではないというね、うん、選手はみんなやっぱり働いてるんですよね、職場がありますからね、はい、うん、でその職場の中でボンズ市原に関しては、うん、そのまあグループの中に介護施設がありまして、うんうんうん、はいはい、そこのまああのところで働いてます、介護士として。
選手が介護士なんですよね。はい、なので、ただ高齢者の方をそうです、ね、ケアしてる、お世話というか特別老人ですよ、ね、ホーム、うん、はい、であったり、あとちょっと何人か病院のところも、うん、一般の病院も、はい、のリハビリのところに入ってたりとか、うん、まあその中で介護士としてのその仕事の状況を考えるとお年寄りの方が多い。まずはそちらの社会的責任感っていうのが非常に問われる、はい、そうですね。じゃあ、まああのもうね、院内感染っていう部分含めて、うん、あとお相手してるのがそのご老人なんで、ちょもしコロナをうつしてしまうともうね、大変なことになるっていう、いわゆるクラスター感染、パンデミックって言われてる ね、はい、だからもう僕らはそのこのコロナ3月の時にもう一、うん、やはりこう活動自体を休止しました、うんうん、まず練習なので非常に集まることは一切禁止っていうことですよね。そうですよね、うん、だからあの例えばこういうことをしたいっていうその台風の時には外にいろいろ出ていくっていうのから、うんうん、今回はもう家にいて、うん、もう感染をさせないだけじゃなくて、もう絶対感染を受けるようなところをもう本当に防ぐっていう、うん、はい、もうだからもうそこが一番の、うん、ボンズ市原として取り組んだことですよ ね、 すね。なので正直その施設としては、うん、ボンズ市原としては自分たちでブランドもあるんで、はい、そこで動こうと思ったら動けた部分もあったんですけど、うん、やっぱり一人がもう一人に移す可能性を考えたら、うん、まずそれをやめようと、うん、でブランド自体も今はまず開放をしませんでした。そうですか、はい、だからまあね、ちょっとせっかくなんで見てもらいましょう。あのまだ週明けレブ見てる人でもボンズの練習場行ったことない人いっぱいいるんで、今多分あの練習場の目の前のクラブハウスの2階の部屋から岡山さん喋ってるんですが、今2階のベランダに出たところですよね。はい、だからここに天然芝があって人工芝があるっていう、まず2面あるんですね、はい、手前が画面手前が天然芝でね、向こう側が、はい、奥が人工芝、2面あるんですよね。素晴らしいですね。はい、はい、で選手はあそこの、まあ、グリーンホームっていう特別老人ホームのところで働いています。あのレンガ色のしてる建物ですかね、はい、やや遠く見えますが、はい、もうだから逆にあの選手の職場から窓の外を見ると練習場見えるぐらいの距離ですね。そうなんですよ。だから選手からしたら、うん、その午前中ここのグラウンドで働いて、あ、練習してグラウンドで練習して、ここからあそこでこう働いてるっていう、まあ、全員じゃないんですけど、うん、それぞれの施設が他にもあるんですけど、うん、ここでも行ってる中で、うん、ちょっと戻りますね。でやっぱり一番のその葛藤としてあったのは、うん、やっぱりそのグラウンドでやっぱり練習したいっていう、うん、やるね、してきました。はい、ただ頭では分かっててもね、本能というかね、ただ、うん、はい、もうその免疫力っていうのもすごく重要視したので、そうですね、うん、やっぱりその疲れた中だとそのね、コロナってちょっと入ったぐらいやったら自分の免疫力で跳ね返せれるのが、疲れた状態になると返せなくなってっていう部分も聞いて、うん、で僕ね、やっぱり僕もこんなん今やから言うんですけど、うんうんうん、当時どうでした？僕もやっぱ当時はもうやっぱりやっと監督になって、うん、で選手にかなりしんどい練習して、そうですよね、それをついてきてくれてる中、やっとここからこう仕上げてきたなっていうね、そう、うん、いう時だったんで、練習僕したかったんですよね、うん、ここで止めるのがまたあのね、こうオフ明けぐらいに戻っちゃうっていうことを、そう、監督としては一番気になっちゃうところですけどね、そこをで他の捉えてね、うん、そう、他のところやってんのにうちこうっていう葛藤もあったんですけど、うん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 、その時ね、やっぱ僕まあ、うん、これはまああのやっぱ僕も監督になって、はい、どんな
その先輩に相談するんですよね、うんうん、そのいろんなそのカテゴリーのところで今やってる先輩らが多いんで、はい、まあ、逆に言ったらもう後輩でもやりだしたぐらいなんですけど、うん、でその中でまあ鬼木監督、そのフロンターレの、はい、フロンターレの監督、これはね、僕がで、ただ本当に僕の中で動き出したのが、うん、あの2017年のそのフロンターレの優勝の時に、うん、その時に一緒のチームメイトやったのがまあ健吾と鬼木さんの中で、うんうんうん、なんかもう鬼木さんがかっけえなと思ったんですよ。鬼木、はい、まあ、さん一緒にやっててどっちか言ったら、まあ、当時 ね岡山さんが言った当時のねフロンターレはねですげえなって本当になって、そっからやっぱり俺もああいうところ行ってみたいな思って指導者の方を、あ、なるほど、急激に移動したんですよね。なるほど、気持ちが。だからもう自分の中でもどうしようっていう時からあっこから俺は動き出したんですよ。そう、あの指導者岡山和成、去年鈴鹿でね、あの私お話聞いた時も、はい、その奈良は対談、奈良クラブは対談したけど、はい、別に引退を宣言したわけじゃないっていう状態で、いわゆる浪人の1年間みたいな意味を言ってましたよね、はい、でそこで J1 フロンターレのリーグ優勝を鬼木監督を見るっていう、この一つの出会いが、そうで、もうそっからなんかスイッチ変えて自分の中ではもう、うん、あのライバルなんですよ鬼木監督は、うんうん、そうですね。でそれはお兄さんにも言ってるんですよ、はい、俺はお兄さんライバルっすからね言って。いつも背中追いかけますよと、うん、でもそう言ってもまあまあもう分かるじゃないですか。ただ今回やっぱり俺もね、もういろんな葛藤ある中、やっぱり相談しましたか、お兄さん。相談したんですよね、うん、でその時にやっぱりそのエピソードを言ってくれたんですよね、うん、やっぱこう俺が選手時代、うん、一緒にチームメイトやった時に、うん、俺ね、雷なったら、なったらグラウンドからもう逃げる、クラブハウスに逃げていってたんですよ、うん、もう麻生グラウンド、麻生グラウンドのあの階段をブワーッて監督に許可をもらう前に一目散に俺はもう忘れてたんですよ。お兄さんが俺は忘れられへん、あの時のお前の逃げるあの時の岡がその監督にが帰れって言う前にうわーって言いながら、みんな危ないから避難しろって言って帰っていった姿が忘れられへんって言って、はいはい、でその時に俺はね、昔そのまあ本当雷は辛い思いがあったんですよ。それはまあ、うん、だからもうそれはもう絶対なんです。雷はもう落雷でね、命を落としますからね、はい、うん、でそういう部分での時に言って、お兄さんが、あ、一人でもそうやって思う人がいたら、やっぱりあの嫌なやつの意見を一番基準にしないといけないんじゃないですかって、その時キャプテンやったんで、チーム内でそういうふうに変えてくれたんですよ。なるほど。だから雷の基準ってちょっと曖昧じゃないですか。なるほど。ちょっとコロコロって人によってね、この程度だったら大丈夫だろうっていう、はい、認識と、俺もちょっとコロコロだとブワーって逃げるんで。なるほど。でもそこは本当そういうところを言ってくれて、チームもそういう基準に変えてくれたんですよね。そう。でそれをだから僕にそれはあったから、俺お兄さんが今もこの命を、うんうん、例えば監督の俺らっていうのは、うんうんうん、やれって言ったら選手は嫌でもやらないといけない、うんうん、でもその中で一人でもその命に対して、うんうん、なん思ってるのがあるんだったら、不安をね、不安を持ってるんだったら、不安をちゃんと、うん、理解してそこに寄り添わないといけないんじゃないのって、うん、なるほど。というのがこの2020年の 3月4月以降に、ね、鬼木さんが逆にあの時の岡山がそうだったじゃないかと。そう。だからお前は監督になった時点でその30人の全、うんうん、あ、まあ28人の全員のやっぱり預かってるんだぞって。そうですよね。その責任を責任あの全うするにはやっぱり今これコロナですから、
だからそれまでは僕はもう練習したい、したいっていう自分のやっぱこう要求ばっかを考えて、なんとかできるような、それやっていいんじゃんって言ってもらいたくて、いろんな人に相談してたんですよ。でもそこで、そんな介護をやってて、その医療のあって、命預かってて、やっていいのって言われたときに、ああ、これは本当、自分もちゃんと考え直さないといけないなと。むしろそれで気づけたってことですね。そうっすよね。だからその時まではすごいもう本当にもうまあ言うたらかかってたっていうか、わかります、もう、わかります、もう周りが見えなくなってたっていう部分でしたね。いやもうほらと、こういう騒動がなければ4月の1週目がもう開幕だったしね。そうなんですよ、開幕戦だし、やっぱり4週間前ぐらいからはね、もうずっと4週ね、4週間前が一番重要じゃないですか。こうピークはどんどん上げていく、一番かかっちゃいますよね。しかも ベルとね、あのね天の間のね、でやったからやっぱもうこれあかん言うて。そうね、だからそういう焦りとかいろんなので考えるとやっぱりダメだぞっていうのをやっぱ教えてくれて、その時にやっぱいろんな感情が出ましたよね。なるほど、ね。でも 今はだからその4月頭ぐらいから1ヶ月間はとにかくちゃんと気をつけて徹底してやろうと。でそこはもう本当もう徹底しましたね。おそらくですね、今日お話ししたの5月25日月曜日ですけど、明日26日から非常事態宣言が千葉県でも解除されるというのがもうほぼほぼ政府の方からは出てるんで、まあ明日からはいよいよ全員ちゃんと集まって大丈夫だねっていう感じですね。だから僕今もずっとにやけちゃってるんですよね。嬉しい。これね、ほんまにもう2週間前ぐらいに言ってくれた僕ももうちょっとね、もうキリッとした顔できたんですけど、もう明日からこうみんな、あ、なるほどなるほど。別に要は視聴者の人にね、誤解なきようには別にこんなコロナ騒動で岡山さんが浮かれてるんじゃなくて、そういう葛藤があってようやく5月26日火曜日を迎えられるんだというあれですね、前日の、まあ、もう本当にたまりにたまったいろんな思いが、なんかこう、はい、ただやっぱりね、そこの中でもこういう形っていうのはまあ、ね、初めてです。みんな初めてやろうし、日本中、日本人全員初めてなのと、そうな、日本のサッカー界で J1 だろうが5部のカテゴリーだろうが、みんな選手も監督も、ね、スタッフたちも、はい、どうするのが一番いいんだろうっていうのは ね試行錯誤の連続でしたから、はい、だからまあ明日はなんかまあこのままでいったら天気も良さそうやし、みんなで楽しくね、まずはサッカーこうできるっていう、みんなでできるっていう、ね、芝生の上でね、体動かせる喜びをね、はい、やっぱサッカーがある幸せを今まで以上に感じれる日なんじゃないですか、明日からはね。そうですよね。だからなんか考えるじゃないですか、やっぱりその一番こういうことになって、そのサッカーなんかやってる場合じゃないっていう部分、それはもう間違いなかったし、はい、ただそのまあ同じ比較になるかはどうかわかんないですけど、はい、前もあのベガルタ仙台、はい、震災がありましたね、はい、震災あった時に、僕もそう同じような今回の気持ちみたいになったんですよね。でもあのまま自粛をして、ずっとじゃあサッカーしなかって、言ってたら多分心もどうにかなってる人もいっぱいいたと思うんですよ。メンタルはかなりね、はい、僕らにとってはサッカーであったり、また違う人にとっては野球やったりとか、いろんなバスケであったりとか、やっぱりスポーツによって、こう心がなんか、もう一つこう頑張ろうと思える、そういうのが絶対あるんですよね。でその時のために今やっと明日解けて日本で全部解けたら、いきなりね、まあはしゃぐとかそういうのはあかんって、まあさっきちょっとはしゃいでたんですけど、でも絶対にね、今のこの日本の中でもちょっと歪んだ心、いろんなことが起こりつつある中を、もう一回
そのスポーツで僕は特にサッカーで、うん、こうみんなの元気になれる自信が絶対あるん で、 そ, うです、ね、でそれがただの町クラブのボンズ市原のチームの監督かもしれないですけど、うん、それがねサッカーによってはね無限に広がっていくんですよ、ね、うん、だから僕はもう本当になんかこうもう一つこう新たな気持ちでサッカーを好きになったなっていうのはつくづく思います。いや、あの岡山監督のような思いを思っている人が日本中にサッカー人でもねたくさんいるし、その一人一人がねこれからどう表現するかというかね、形で見せたり、そのサッカーやスポーツでどうやって社会に今度は恩返しじゃないですけど、サッカーがあるからスポーツがあるからこのちょっとこう止まってしまった日本の社会をねもう一回こう蘇らせるというか、そうですよね、活性化させられるか、それはもう絶対もう答えないですし出口もないですし、うんうん、また降りかかってくるかもしれないんですけど、うん、やっぱりこう免疫ってついていくんですよ、それは、うんうんうん、体の抗体だけじゃなくて心の免疫、そうですね、はい、頭もね、そうなんですよ、うん、だから僕は今回一番最初の時は一番やっぱりこうわからないことだらけでしたよ、それは、うんうんうん、でもそれはもう全世界そうやったじゃないですか、そうですね、で日本は日本のやり方がある中で、うん、僕はもうその J リーグは特に、うん、日本のサッカーは特にこう、うん、世界に誇れるようなこといっぱいあるじゃないですか、うんうん、ゴミサポーターがゴミを拾ったり、うんうん、ロッカールームきれいに、ああいう精神を、うん、やっぱりここがもっと試されてると思って、なるほどね、はい、だからもうそういう意味含めて去年台風でボンズ市原の選手がそうしたっていう部分から今回はできなかったっていうのはあるかもしれないですけど、あえてしなかったっていうところから、やっぱり老人の命をね、はい、一番大事にしなきゃいけないっていうことはやるべきことでしたよね、じっとしてることも、で、うん、はい、でそこから次はその部分からそのどういろんな人にしていこうかなと、やはりちょっとみんなあの日本人全体というか地域社会の人もねやっぱり元気なくなっちゃってるもんですよね、元気がなくなってる、はい、ちょっと気分がすごくダウナーになってる、はい、だから働きながら頑張ってる選手がいてね、そういう五分にボンズ市原市にはボンズ市原があるっていうこと自体を伝えられるというかね、はい、まあ、練習や試合やいろんな活動を通して今度は元気をねみんなにね、でスポーツの力ってそういうとこですよねっていうこと、そうですよね、だから結局なんていうんですかね、そのまあ悪い意味じゃなくて、うん、ドラマとか映画とかやっぱ脚本があるじゃないですか、うん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 、でやっぱね僕最近このステイホームしてたから、うん、はい、人生で一番ぐらいそのドラマとかそういうの見たっていうか、もうあのテレビを見たんですよ、 あんま普段そこまでテレビ見ないんですよ、そしたら見てたらだんだんそのすぐ結末を考えちゃうんですよね、お、あこういうなんかこうこういう感じちゃうかとか、うんうんうん、そしたらパターンってあるじゃないですか、はい、なんか、はい、なんか僕昔例えば水戸黄門とか暴れん坊将軍とかああいうの大好きなんですよ、なるほど、もうベターにベターにねやって最後に爽快感があって、ね、ちゃんちゃんっていうのが好きやったんですよ、もう8時45分になったらこのシーンっていう、そうそうそう、ね、でもやっぱりそのサッカーにこう本当にこうしだしてからそういうのを見なくなってて、うんうんうん、だから僕自分の人生もそうなんですけども波乱がどっか、はいはい、求めちゃうんですよね、ドラマチック、そう、岡山さんのサッカー人生ドラマチックだから、あのプロフィール行ってもいろんなとこ行ったりいろんなこと、いやね、ドラマチックすぎて実はねあのこのテキスト紹介に収まらないぐらいですね、もうサクサクっと紹介するしかないぐらいね、そうなんですよ、岡山さんが波乱万丈書いてたらですねプロフィール画面3枚ぐらいになっちゃうんでみたいな、でもねやっぱりそれがなんていうんですか、自分の考えも今回もちょっと変わったなっていうのがそこなんですよ、うんうん、その前まではそういうところ
をこう、まあ、否定じゃないですけど、なんか刺激が欲しいっていう部分が求めてた部分もあったんですけど、今は当たり前な日常が当たり前じゃなかったんや、うんうん、だから今はその当たり前な日常をもう一回ちゃんとこう安定的に取り戻したいな、うん、それはあの春夏秋冬、うん、行ってまた春にちゃんとこう迎えれるような、はい、今そこがすごく強くなりましたね。なるほど。だからこのコロナがサッカーのその時期も含めてコロナもまたどういうふうになるかっていうのを常にちょっと考えていかないといけないなと、うん、ピッチのサッカー練習含めてピッチのサッカーが止まってても、はい、人間としての成長は止まらずに過ごせたっていう感じですか、まとめるとこの2ヶ月間。この2ヶ月なんかいろんなことを学び気づきがあって成長ができたなっていう。そうですよね。だからそれが選手やった時と例えばコーチやった時と監督やった時ではどう違ったのかはまだ分かんないんですけど、まだね、そこの整理はね、はい、もうちょっと時間が経たないとあれですね、はい、ただ本当監督として迎えた今回の経験の中で一番考えるのが常にその選手らが28人がどうしてんやろうっていうのを、うんうん、そうですね、うん、こんなに考えた日は多分人生で初めてだっていうぐらい。そうなんですよ。それはなんか選手の時は多分全部自分がこうしよう、ああしようっていうのでなんかあちょっと今こうしようとかやったんですけど、本当にあこの選手しかもみんな働きとこも別やから、うんうん、ああ今ああとかをですね、そこをそのでそれを考えるのがなんか大変とかそういうの意味じゃなくて、なんかあれじゃないですか、だから岡山さんのやっぱり引き出しも増えたってことなんじゃないですか、こう幅ができたっていうか、だから信頼をすることになったんですよ ね、うん、ね、前は自分だけやったら自分のことで自分がいいか悪いかそうですよねのところから、うんうん、ね、今度は選手をやってるかこうがん考える中で信頼をした上で考えるときと、いや信頼してないってなったら、うんうん、またこうそこに規制とかが入るじゃないですか、はい、だから例えば外出とかも禁止にしたりとかいろいろあったんですよ。それは そうですね、でもそれをするにも選手とちゃんと話し合ってどこまでをするのかとか、うん、毎日の体温いつの測るのかとかいろんなのをやっぱ話し合いをしななした中、その行動をあこいつは今こうしてんやなとかをなんか考える日々でしたね。なるほど。いやもう多分たった2ヶ月間ですが語り尽くせないぐらいのいろんな思いがこうね今あふれんばかりになりますし、もうちょっと時間が経てばですね、2020年のボンズの監督になった自分のね監督1年目の2020年はどういう年だったのかっていうのは12月頃になったらもう一度なんか1年を通して振り返ればこういうことだったんだっていうことがまた語れそうな気がします、ね、たくさんの面白い話いい話をたくさん聞けて感謝です。じゃあ最後視聴者の皆さんに一言いいですか。はい、どうぞ。今この大変な中やっぱり人を思いやりながらそれでいて自分を思いやりながらで何か自分の好きなものを熱中しながらいろんな人と生きていきましょう。で僕はサッカーがいろんな人とつながっていけれる素晴らしいスポーツだと信じています。皆さんでこの1年後も2年後も10年後もサッカー仲間でいれるようにこの今の大事な時期を乗り越えていきましょう。頑張ろう。ありがとうございました。というわけでポンズ市原監督、岡山和成選手、もう岡山劇場とか岡山節が止まらないのでちょっとずいぶん長くなってしまいましたが、おそらく
今夜の週明けイレブンで見てるのはショートバージョンを皆さん見てると思うので、ロングバージョンはロングインタビューを出したいと思いますが、以上、今週で4週目に突入したオンライン出演インタビューの企画の、ゲスト登場いただきました岡山監督でございました。ありがとうございました。